八代韓国に、盗っとたけだきしという言葉をそのまま返す。本日放送された TBS の昼帯日の中で、八代英樹さんが次のような発言をいたしました。韓国の国会議長が、日本は盗すっとたけだきと発言したことに対し、そもそも謝罪すべきは韓国っていうのが、レーダー照射問題のスタートですからね。ですから、盗すっとたけだきという言葉を、 そのまま返したい変わってしまったというかもともと韓国という国はそうだった韓国の国防白書から日本と共通の価値観を持つが削除された私たちはもう中・朝、韓が一体となって日本に対峙してくる時代になったということを覚悟しなければいけないとなっておりましてこちらおっしゃる通りなんですけども 本当にですね、現在の韓国政府は日本と同じ民主主義国家だとは思えないような法治国家だとは思えないような異常な行動ばかりとってしまっております。こういった中で日本政府としても抜本的に日本の安全保障を国防を見直していくしかないでしょう。 日本政府には国民に対し真摯に説明を行い、日本の抑止力、国防力を今後も高め続けていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました